皆さん、こんにちは。ドラム講師の森田亮太です。今回は、8ビートですね。8ビートについて、レッスン動画を配信していきたいと思います。8ビートなんですけど、まぁ、今回ご紹介するのは、ドラムの3点セットですね。バスドラム、スネア、ハイハットにおける、まぁ、一番もうその基本的なというか、基本型の8ビートを、今回はご紹介をしたいと思います。まぁ、8ビートがどういう形で作られてるというか、まあ、どういう感じでいくと、いきなりこう始めやすいかなというのを、ちょっとご紹介をしたいと思います。まずはその基本型のリズムを作る上で、このバスドラムとスネアドラムですね。で、まずは、リズムを作ってみましょう。まず体で、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーと数えてみてください。それの、1と3の時にバスドラムを入れてみましょう。3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そして2と4の時ですね、にスネアドラムを左手で打ってみましょう。せーので、なんとなくお分かりいただけますでしょうか。そして、今のリズムの上に、この1、2、3、4の2倍のスピードで右手をハイハットで打つような感じです。やってみましょう。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、というような感じです。で、これをやるときにですね、まあ、いろんな体の作り方があるので、それをちょっとずつご紹介をしたいと思います。まずは、この形を、もう8ビートだと、もう思い込んでください。そして、まずはその右手と左手を、まずは作り込んでしまいましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ここに足を入れていくような体の使い方をします。次にですね、右手とバスドラムで、まずはこうリズムを作って、体を作り込んで、そこにスネアを入れていってしまいましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、一番その多く、まあ、体が釣られてしまう傾向でよく見られるのが、このバスドラムと、ハイハットですね。が、どうしてもこう、釣られてしまうというのがよくあるので、まずはその、なんでしょう、足を、スネアで作って右手を入れ込むよりも、そうですね、ここを、右手と左手のリズムを作り込んで、足を入れていく方が、釣られにくいかもしれないですね。まあ、いろいろちょっと試してみてください。まずはまあ、この3点セットでリズムを作り込んで、そして、そこからバスドラを1つ増やしてみたり、スネアを増やしてみたり、それ、ハイハットの技を入れてみたり、まあ、いろんな、パターンで、まあ、こう、バリエーション豊かな、こう、8ビートをぜひ作ってみてください。といった感じで、今日のレッスンを終わりにします。さよなら。